というわけで翼チャンネルの新田翼です。よろしくお願いいたします。まあ、国民的アニメと言われるサザエさんです。日曜日の6時半になると必ずやりますね。そうですね、はい。まあ、これ見たことあるでしょう。もちろんですよ。その中にまあマスオさんっているじゃないですか。まあ、ちょっとたまたまね声優さんが亡くなったそうですね。最近のことですけども、はい、マスオさんってさ、まあ、よくお婿さんのことをマスオさんと表現する時が一時あったんですよ。なんか聞くところによるとそうらしいです、でも実際お婿さんじゃないんですよ。だってフグタでしょ名前、磯野ですよ元々。あ、そっかそっか、ね、そっか。あれ磯野マスオになってたらお婿さんだけど、お婿さんじゃないんですよ。じゃあなんでこういう状況になってるかってご存知ですか。全然知らない。知らない、はい、これ実は新婚でね、元々サザエさんとマスオさんっていうのは家があったんですね。家を借りて、借り屋かなんかを借りてたんですよ。そうなんで、そこでなんか焚き火をする、なんかちょっとその焼き芋かなんか焼こうとしたわけ。その焚き火をする、焚き火を拾いに行くのになぜか隣の大家さんの壁を剥がしてそれを燃やしたんです、マスオさんが。バカじゃん。それに大家さんが激怒して追い出されて今の設定になったっていうのが原作からの流れなんです。いやサイコパスじゃん。全然知らないで、その大家に対してさらにサザエさんも切れたね、逆切れも言えとかやん。ほんで結局追い出されて家に戻ってきたという、あの原作だとそういう設定。そうなの、まあ、知らないでしょ。知らなさすぎるわ。いや、あのドラえもんのに出てくるドラミちゃんが、もともとはガールフレンド設定だったと知ってます。誰のドラえもんの。嘘だろ、まあ、知らない今妹やさん、いろいろ掘るとね、設定ってもう違うんですよ最初って。はあ、最初こんなだったのになんかいつの間にかこんなになってんなってありますよ。筋肉マンしかりね。そうまあまあある、なんか逆漫画だね。まあいろいろ確かにありますわ。あら、はい、だからまあこういうのがあったと。へえ、ちょっと誰でも知ってる話だから、漫画だからね、ちょっと言ってみた。まあそのマスオさんつながりで、はい、まあ PVP ですよ。はい、まああの火曜日にね、さきさんが、はい、まあ結構大きな提案をしてました。はいね、まあちょっと運営の手でマッチ、こういうマッチングをしてくんないか、まあ、大会の方ですけど、実はそのね、僕も PVP はちょっと今後ね、いろいろと変えていかなきゃいけないなっていうのは思ってたんですよ。 PVP というのもまあ毎月来ることであって、まあここに今 PVP じゃねえや、ギルド大会ですね。ギルド大会、あ、よかったよかったよかった。何を間違えた。ちょっと待って、今俺が間違えたみたいな。 PVP が毎日のように流れていて、はい、なおかつギルド大会が1ヶ月に1回やってくると。はいはいはい、だけど現状今 PVP は最初に立ち上げた状態から何一つ変わってないですね。まあそうですね、一応なんだか知らないけど、途中降参はなんでこんなに後延ばしにしてんのかなとか、ね、はい、運営の不都合なことはすぐに直しやがるのに一番声の多いことはなんでこんなに先回しなのかと、はい、途中っていうか誰かこれから、そういうね、クリエイター、直せるクリエイターを雇うのかなと、これからね今募集中なのかなってぐらいに先延ばししてますよ。まあ、もしかしたらね、はい、うん、だけどまあ本当にギルド大会っていうのは、まあ、やっぱり人気のコンテンツですよね。まあそうじゃないですか、うん、だからこそまあああいうさきさんみたいにね、こういうマッチング、はいはいはい、まあダンバダンでちょっとねマッチングに恵まれてないなっていうのは多少あります。まあ、で僕はもう再三言ったよね、いろんなこういうことができたら、はいはいはい、面白いんじゃないかっつって。で僕ね一つ考えてたことある、だからよく声に上がるのは、マスターリーグ優勝してるチームだけがマッチングされる、でプラチナリーグだったとこだけがマッチングされるっていう大会を、まあ、月に何ヶ月かに1回あってもいいんじゃないか、まあレジェンド大会みたいなね、で僕はねちょっと違う方向で考えたんですよ。おお、またさらに、うん、なんかこれはねオールスターとかやってみたいなと。ごちゃ混ぜ、ごちゃ混ぜ。そうだから、まあプロ野球だって夏ってオールスターゲームやりますよ、はい、まあ、これって別に公式戦ではないんだけども、まあセリーグはセリーグで選抜して、ね、はい、人気投票とかで出てきますよ、まあ、パリーグはパリーグで出てきますよ、でまあ2試合ないしたし、はい、昔は3試合だったけど最近2試合なんで、ね、とかだったりかな、コロナぐらいからかな、コロナぐらいだからだいぶ前から2試合になって、あれ、まあまあいいや、はい、そうそう、ほんでね、まあ、僕が考えたのは、はい、まあ、やっぱりちょっと、そういうオールスターでタギルドの人たちとチームを組んで、まあだからほら、いろいろなんか闘技大会とかやるじゃないですか、そういうのってランダムで組み合わせとかやってるでしょ。あ、その皆さんが自分たちでやるやつね。そうそうそう、麻雀大会とかね、まあ、今やってんだけども、それも今回ランダムでチーム決めたりとかしたわけですよ。だこういうのができる機能があれば、機能か、3ヶ月か4ヶ月に1回、まあ、半年に1回でもいいけど、運営さんがそういうセッティングのそのあれをポンと入れてくるわけです。そしたら他ギルドの、要するに例えばじゃあギルマスだけをチームにするとかね、20人とかでも面白い。まあ例えばですよ、誰と誰と誰と、だから1人がギルマスな状態でオールスター戦のために集まりませんかっつって、まあ声かけてって20人作るわけです、はい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 、で別にギルドを抜けるわけじゃない。だからギルドというものはそのままある状態で、この大会中だけその一つのその新しいね、チームの中に入ってやる。そうすれば
面白いことができる。なるほどね。はい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 、うん、例えば団長とパパンティが一緒のっていうこともありえるわけですよ。そこにゆかみのさんが入る可能性は、ね、あ、そうそうそう。まあでもやっぱり勝ちたいからやっぱり雑魚たちは排除されちゃうんだけど、ね、いやまあそれチームの組み方にもよりますけど、まあ、まあでもやっぱり強いチームは強いチーム、はい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 、例えばティーナンチャンさんと一緒。いやまあそうですね、まあ、こんなことができるわけですよ。ある意味ドリームチームだ。そう、はい、だからこういうのがあったら面白い。だけど貢献ポイントとかそのままですよ。別にギルドは変わらないから、ね、そのエクストラ大会というか、うん、その時こういうのこれが一番面白いんじゃないかな。なるほどね、はいはいはい、僕は別にそんな闘技あの得意じゃないから、はい、僕はそれ試合結果を見たいぐらいだから、はいはい、僕は不参加でいきますけど不参加なんです、不参加です、はい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 、だけどまあそういうちょっとね、うん、20人ぐらいだったらば5チームぐらいはできんじゃないかなと。そこそこのチームを、あー強い人たちだけを集めてというか、うんうん、はい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 、結局この PVP で PVP、うん、ギルドはどこだか知らんけど名を売った人たちいっぱいいる。強い人たちね。この人たちがまとまってごらんなさいよこれ一つの強ギルドできますよ。まあね、うん、うん、これ僕本当に思ったんですよ。はい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 、だからダンマンダウンにね勝ちたいなんていう人たちよく声聞きますけど、これ本当にね PVP で名を上げた人たちが結託して20人組んだら、うん、ものすごい勢力になりますよ、まあ、結構なことになりそうだね、うん、闘技大会においてはね、まあ、はい本当にありますけども、うん、はいはいはい、本当にこの人どこのギルドなんだろうってそうやって分かってるぐらいだから、でそのギルド見てももう忘れちゃうぐらいだね。まあ名だたるところなんだ。やっぱりなんつうのかな、各地に一人ぐらいすごい武将がねいるんだなっていうのが僕本当に今回の PVP では分かったんですよ。いやね、いろんなところにいるわけだから本当に。ずっと同じことをやるんじゃなくて、うん、手こ入れしていかないと、うん、まあ、このレジェンド大会っていうのは本当に声が上がってるから、うん、ちょっとこういうのはどうかな。うん、確かにギルド大会のね、うん、はい、新しい要素。ただまあね、これ本当に20人をそうやって主導というか、まあ、お互いの話し合いで決めると、うん、まあぶれちゃう人も出てくるわけだから、うん、逆になんかこの人と一緒にやりたかったのにっつって悔しい思いしちゃう人もね、あ出てくるからまあちょっとギスギスしちゃうところもあるからね。まあギスギスもするかもしれないし、すぐギスギスするからですぐエビ湧くからいや、まあそこは多分出てこないんじゃないか、うん、いや俺もどっかに、いやいや誰ですかあなたとかなっちゃいますよ。ピチピチ跳ねたところでね、まあ家庭の話だとしましてよ、はい、そうそう、かつてのそのギルドの名前言ったって己の力だからね今回はこれはねまあもし実装されるならば、あ、そう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 、はい、でもちょっとこういうのあったら面白い。うん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 、例えばまあ本当にもっと簡単に言えば、まあ2チームをミックスできるとかね、その方が手っ取り早いかもしれないね。1から20に集めるよりは2チームでミックスして2つに割るとか、ちょっとそういうのをランダム抽選されてどことどこっていう感じで、まあ、10対10に割らなきゃいけないとか、ちょっとこういうメンツ的な楽しさ、うんうんうん、ちょっとこの、うん、同じチームでやるっていうよりはそっちの方が新鮮感があって、うんうん、だからやっぱり勝手にみんなでやってるような闘技大会があるんでしょうね。はいはいはい、筋トレ大会とか、まあ、こういうのだってやっぱちょっと違うことを味わえるから面白いんであってね、うんうん、新鮮ですからね、環境違って。そうなんですよ、何にしてもちょっと僕が恐れてるのはこの PVP にしてもギルド大会にしてもずっとこのままでいくんじゃねえかなと思って、マンネリが怖い、怖いです、これはが怖い。だからもっとガチャだけ来て、はい、うん、もうずっと結局同じことをやって、うん、これ上あるからね本当に、うんうん、あぐら書いちゃってるから、うん、書きまくってます、うん、でまあね本当に PVP に強いキャラとまあばっかり今後出してくるわけだし、うん、それでもうすぐにねいろいろと使い勝手がなくなったりとかもしちゃうわけだから、はい、やっぱもうちょっとそのガチャでお金を出した分のユーザーから見た楽しさっていうのを、うん、のレベルを上げていかないと、まあ今後は必ずやっぱりねちょっと飽きちゃうんですよ。まあまあまあいつかは来るというか、飽きるも来てる部分があるからということですね。これウォークが力を入れてくれば来るほどまたね、まあそうですね、何にしたって今ウォークに流れちゃってるんだから。まあ実際にねすごいよこれ、ウォークが新規のゲームじゃないからね、昔のゲームだから戻っちゃって、里帰りじゃないかってぐらいでみんな戻ってっちゃってまあそっちが本当の家だったんだ、確かにこっちの方が長売れてるしなっつって、うんうん、みんな我に返っちゃってるからねもう年内ぐらいでは最低限告知しないと、あーこういうの来るよ、おレジェンド数ヶ月に1回ってやっぱこういうの必要だと思いますよ。まあお祭り感覚のは必要ですからね、うん、はいはいはい、これ本当に毎月1回やってくるこのギルド大会面白いけどもっていうね、ちょっとやっぱプラスアルファが欲しいな。まあそうですね、うん、月1だとまあいつかは慣れるし飽きるしと、うん、そうそうそう、はいはい、だからね、まあもう来週にはもう防衛期間とかなってると思うんですけども、もう告知来てますからね、うん、はい、まあなんか来年からでいいんでせめてね、うん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 、確か PVP もね翌年だからっつって話してた覚えありますね。そうですね、去年のクレアターにまだ来ねえ、結局来ねえよと言ったけど来たから、来ました一応、ね、そこはね、あ来るんだと言いましたが、来たけどこれを来たからちょっとやばいことになってんだけどもね、ちょっと見切り発車がすごかったかな、うん、だけどまあちょっと本当にギルド大会の方にもちょっと手こ入れをしないと、うんうん、このままじゃ面白くない、はいはい、あとはまあもう ルームマッチを待つしかないですね。これいつになるの、いつなんか最初からもうできてんのにずっと鍵
かかって開けろと。まだ鍵できてねえ。うん、何なのこの鍵はずっと改装中なのかもしれない。こんなの1ヶ月ぐらいですよ、鍵ついてるの。いや、そう、あんだけミスといて、これ1年ぐらいついてるかもしれない、ね、もう今後そのまま殺臭しちゃうかもしれない。鍵ついたまま開かずのまま、これ開けた瞬間に終了って出てくる。てってれーみたいな感じで終わりました。そうなりますよ、はいはいはい、だからまあちょっとこれはギルド大会のテコ入れは至急やった方が、はいはいはい、来年ぐらいにはもうだからもう今年中に告知した方が、うん、みんなのモチベーションを保たせるのに必要なんじゃないか。そうですね、ちょっととりあえず延命処置、嘘でもいいから、ね、こんなありますよ、そうそうそう、ずっとこうぜっつってね、鋭意制作中とよくあるでしょ。ありますあります、うん、まあ、そういう感じで、ね、公開されるのみたいな、うん、はいはい、まあ、ちょっとそういう感じでテコ入れが必要、うん、っていうお話ですよ。確かに今回オールスターとかっていうのが一つのアートでしたけども、うん、そういうもので何か、はいはい、はい、で今回このようなもありました。翼チャンネル、チャンネル登録してくれよ、な、な、チャンネル登録してくれよ、な、な。